バカ売れエピソード、ナンバーアイ、トスのウマン、日本芸能界の2トップグループがもたらす経済効果。イブ・サンローラン香水のブームと表参道ヒルズの混乱11月20日、元キングプリンスへの平野市要26、神宮寺裕太26、岸裕太28の3人が結成したナンバーアイが、イブ・サンローランの香水、リーブラ、 リブレとのタイアップを発表しました。ポックジャパンのウェブサイトでの特集記事が話題を呼びましたが、その裏では東京の表参道ヒルズが驚くべき光景に包まれています。11月20日から26日まで、表参道ヒルズ 1F のメインエントランスには YSL リーブラスタンドとして知られるポップアップスタンドが期間限定でオープン。 しかし、これには驚くべき人気があり、150メートル以上の行列ができ、開店前に4時間待ちの長蛇の列が形成されたとの報告が寄せられました。ポップアップストアでは、香りを試すことができ、ナンバーアイ関連の特典も用意されていました。 さらに、表参道ヒルズの入り口ではナンバー I によるリブレのプロモーションビデオが流れていましたが、初日には集客力が予想以上で、ストアが混雑を懸念して映像を流せなくなる事態となりました。ファンたちからはその事態に対する落胆の声が上がっています。 リブレの争奪戦と国印ルーム初日の騒動を経て、11月2日朝5時にボウックジャパンの記事が公開された後わずか5時間で、リブレのフレングランス前5種類のうち、ナンバー I が紹介したサンツが 30ML と 50ML の両方で在庫切れになったという報告がありました。さらに、注目を集めているのは商品にできる国印です。 リブレの容器にはアルファベットや数字で最大8文字まで好きな刻印を無料で入れることができ、ポップアップストアでは通販サイトよりも2文字多い8文字まで刻めるため、ファンたちはそれぞれの思い出やイニシャルを刻んでいます。例えば、グループの正式名称はナンバーアイですが、アンダーバーは刻めないため、ピリオドで代用しているファンも多いとのことです。 この国インブームがリブレの人気に拍車をかけています。ナンバーアイの経済効果、ファンの熱狂が生む脅威の売り上げリブレだけでなく、ナンバーアイはこれまで様々な商品において脅威的な経済効果を生み出してきました。以前、 平野がインスタグラムに投稿した高額なビトンのファッションコーディネートは即日品切れ状態になったこともあり、グループが表紙を飾った雑誌も即完売となるなど、爆売れエピソードがマイにいとにがありません。ナンバーアはジャニーズ事務所を独立してもその勢いを衰えさせず、これまでの経済効果を超える脅威を生み出しています。 ファンたちは彼らの魅力に引き込まれ、高額な商品でも購買意欲が衰えず、その結果、ナンバー I は日本芸能界の最注目グループの一つとなりました。スノーマンへの爆発的な成功、藤谷が過去最高益を達成ナンバー I と並ぶ注目すべき存在が、スノーマンです。 富士屋洋菓子店は、スノーマンのメンバーが出演するクリスマスケーキの予約が予想を大きく上回り、予約が十分な数量を用意していたにもかかわらず、10月10日に早期終了せざるを得ないほどの人気を記録しました。富士屋はスノーマンをデビュー当初から CM に起用しており、特にメグロレンさんの人気が圧倒的で、グループ全体の人気が 大幅にアップしたことが影響しています。藤屋は2022年後半にメグロが連続ドラマでブレイクしたこともあり、22年12月期の連結計上利益が前期比6.3%増の554億円に達し、23年12月期も見込まれている。これにより、37期ぶりに過去最高益を更新する見通しで、4期連続増益となるでしょう。 スノーマンへの経済効果は、ジャニーズ事務所に対する批判的な視線の中でも輝いており、ファンたちはスノーマンへのパワーに期待を寄せています。ナンバー・アイとスノーマン、日本芸能界の2トップグループの活躍がもたらす後継気。ナンバー・アイとスノーマンはそれぞれの活動で爆発的な経済効果をもたらし、商品の売り上げを牽引しています。 ナンバー・アイはファッションや香水など、幅広い分野での成功を収め、スノーブマンは藤屋とのタイアップで歌詞の争奪戦を巻き起こしています。両グループの成功が、日本芸能界全体に後継期をもたらすことは間違いありません。そして、ナンバー・アイは今後のデビューを控えており、ますます注目を集めていくことでしょう。 ジャニーズ事務所の逆風をものともせず、日本に新たなエンターテインメントの風を吹き込んでいます。エンターテイン